ロイドウハーンの時間がやってきました。イエイイエイ。はい、今回はですね、三重県松阪市にやってきました。はい、はい、もう毎年 2,3 回来るこの三重県なんですけども、そうだね、はい、松阪に来ると必ず夜、焼肉屋さんがあるんですけども、はい、なんと、松阪牛の焼肉店ということで、素晴らしい、地元の人からおすすめをしていただきましたので、はい、はい、ということで行ってきます。ゴー、ゴー。じゃん、一升瓶本店行ってみましょう。いつも好きなこの赤身いきましょうか。いいですね、赤身切り落とし、それと、タンテッサいきませんか。いいですね、タンテッサいきましょう。はい、あ、変か、いやー、もう1年ぶりぐらいの一緒に。そっか、そんなになるかな。楽しみだね。楽しみ楽しみ。いつもワクワクするここ。来ると来ました、タンテッサ。綺麗だよね、これ、上に油、これポン酢、これで食べます。冷たいうちにって言ったね。来ましょうか。どっから取ろうと思ったけど、お野菜に2枚いっちゃいますね。すごい、これくらいの食感でも美味しいね。2枚取ってしまった、っていうか2枚取る方が取りやすいですね。確かに、すごい、すごい綺麗に作る。しまうね、自然と。口の中の温度でこう溶ける感じがいいね。いいね、これが赤身、うまそうですね。大ライス、切り落とし、でこのホルモンが来ましたね。上ホルモン、かなりこう野菜食べるのてんこ盛りですね。シャキそう、まるでね、食品サンプルのようなね、張りツヤ感がすごい。確かにびっくりする。すごいシャキシャキです。サニーレタスすごいね、すごいパリパリ。野菜すごい、すごいよね、オリジナルタレ、はい、これ味噌ダレなんですよね。ねえ、ちょっとこう独特よね。失礼します、こちらお下げしてきますね。はい、ということで、赤身から焼いていきましょう。見事な赤身です。よいしょ、赤ちゃん美味しそう。脂が甘い。鶏ももが一頭目。
鮭なんじゃないかな。うまい、歯ごたえあるね。程よいね。程よい。硬いわけじゃなかったよね。噛み応えがうまい。はい、ということで続いて切り落としていきます。この辺の油が乗ってそうなところやるから、うん、油を回しましょう。なんか見たことが少しだけあるね。うん、その入り方がすごいね。すごい、うん、味噌だれが合う。合うね。そのね、カレー最強に合うね。合う。合う。めちゃくちゃ合うわ。
ピリ辛な。うまい。絶対ご飯が進む。これは。なんかこう切り落としって結構さ、意外とお買い得というか穴だよね。そうやね。うん。切り落としのためにあると言ってもいいぐらい合うよね、この油の甘さと合う、ね、ライブの翌日はいいですね、こういうのがいいね、ほっとするね油が全然しつこくないよね、うん、そうなん、うん、油が全然しつこくないです、だいぶ焼けてきたよ、うん、じわじわ焼いていくね、うん、ってね、それがまた結構好きなやつ、じわじわ、うん、きたね、カリッとしたところがまたいいもんね、もうちょっと焼こう、あいい、もうそろそろかな、おお、見事な焼き色、いいね、最高の感じじゃないですか、やらないとね、油が、うん、香ばしいというところもわかっていいね、そうだね、はね、すごいいいね、カリカリのところとちょっとじゅわっとこう油がにじむところが両方あっていいね、お酒に合うね、マッサーカウシのホルモンなんて旨味の塊みたいなもんだよね、確かに、はい、食べてきました。ごちそうさまでした。もう、うん、相変わらずめっちゃうまかったですね。すごかったね。うん、なんていうのかな、肉の繊維が滑らかなのと、うん、脂がね、美味しい。とにかく甘い。甘い。うんうん、で、その甘い脂に、うんうん、あの味噌だれ、うん、ちょっとしょっぱめの味噌だれがまた絶妙に合いますよね。すごいよね。うん、特にあの切り落としっていうのが、うん、すごくいろんな部位の切り落としが入ってるんだろうけど、うん、味噌だれにすごい合うね、合うよね、うん、あとそれと、うん、ここのホルモン、腸ホルモン、うん、松阪牛の、うん、これがまたうまいんですよね、うまいね、あの一皿でお酒が何杯進むかというぐらい、うん、確かに確かにで、やっぱりこう皮の方から焼いてくださいっていうね、うん、こう皮をじっくり焼きつつ、うんうん、そしてもうパリッと焼けたらちょっと裏返すみたいな感じでね、最高、今日は本当にうまく焼けましたね、もう上手になりました、はい、少しずつということでね、うん、松阪に来られた際は、うん、ぜひ行かれてみてはいかがでしょうか、ね、
おすすめですよ。はい、本当におすすめです。うん、はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。